こんにちは、ショートです。今回はチャプター14で残っているサブクエがまだ、3つほどあるんで、3つ4つかあるんで、このうちの3つスラムエンジェルのやつ以外やっていこうかなと思います。まずはワイマーです。ワイマー、大丈夫か？自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろと言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか？実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ、頼む。さあ行くぜ。あ、ちょっと待てよ。属性が今防御についてるから、ちょっとそれだけあれやな。ここでベヒーモスと戦うことになるんですけど、このベヒーモスは何が弱点とかあんのかな。ちょっと事前に何が弱点とかないっすね。それなら、ちょっと待って。属性いらんから、先制攻撃とかつけとこうぜ。先制攻撃に2つともクラウドでええわ。もう、運でも上げとけ。蘇生ってこれで4つ、あ、4つマックスか。よしよし。こっち行けるようになってるんよね。昨日の夜から地盤沈下がひどくてな、道がいくつか塞がっちまったみたいだ。お、休憩もできると。14番か。7番町どこにあんねやろ。あー、あの時うなってたやつか。伏線はあったわけやな。気は抜けない。集中してこう。結構だ。切り出す。やっやべえ。やめんかい。こいつ強いな。沈め。仕上げだ。頼む。頑張るね。やっ。当然の結果だ。
誰かの HP アップ復活レベル上がったか。わお。あ、レイジハウンドってやっとこいつ別なんか。また回復か。 MP くれ MP。 あ、 MP でもみんなほぼ満タンやな。回復やな。あれも、まあ、一応回収するけど。あれ、あ、そうやそうやそうや、霊気やったな。あれ、道がわからんくなった。ああ、そろそろちゃう？結構深いな。帰り一気にワープさせてくれるんやろうな。ちょっと不安になってきたわ。こっちじゃねえよ。ゴールちゃう？うわ、まだやった。あの上のやつ破壊させてほしいな。バレット頑張ってくれよ。そうそう、敵おりそうやな。全力で行く。終わっちゃった。祈りしようと思ったのに。こっちゴールっぽいな。こっちだって取れちゃうだけよな。ああ、そうですね。案外覚えてるな。またヒール超か。こっから降りたら多分もうあれよな、ボス戦よな。バレットさん
全体回復しといて。あれクラウド9999になってる。HP アップって今何個持ってんの ?1234567899 個持ってて、これにしたらだいぶ HP 下がるな。ディファ3つもつけてんの？ティファ4つもつけてんの？そんなつけてた？てか、ちょっと待って、技達人なんかつけるぐらいやったら、HP 強化いっぱい育てといてくれ。クラウドつけてった？あ、これはつけてたわ。ちょっと待って。MP アップもつけとっか。なんでこんな余ってる感じになってんの。とりあえずつけとこう。これでティファも、あとこれでもティファは9000こんなもんなんや。エアリス用に2個欲しいんよな。その攻撃しても何の意味もなかったわ。気合い入れとけ。はい、強マジか。まあまあいいダメージを与えているのではなかろうか。やべえ、何してんねん。おーし、
かチャンスだ。逃がさねえぜ。やばい、ちょうどいい戦いな気がする。そろそろこいつこけるぞ。角破壊したいな、なんか。まさか勝っちゃった。いや、まだか。あ、じゃあこれメテオもしかして増やしてくんの。やばいやん。あ、食らわんの。なんやん。よーし、バレットの射撃マニュアルゲート。え、手動で戻るの。マジで。どっちや、出口。なんか一気に戻るなんかなかったっけ。あったような気するんやけどな。
先制攻撃2個多分意味ねえよな。もう MP アップつけとこう。あ、地上へ戻るボタンあるじゃん。もうあるじゃん。気づかんかった。はい、じゃあこっからはキリエのイベントをや進めていこうかなと思います。よし、終わったぞ。地下のモンスターを倒してくれたか。ありがとう。これで俺たちも動きやすくなる。助かったよ。いろいろ大変だろうけどよ、負けんなよ。ああ、スラムの住民はこんなことでへこたれないさ。そうだ、これ少ないけど受け取ってくれ。HP が回復した。癒しを受け取ったのか。あと何個あんの？あと2、スキルブックが2個と、あれか。音楽どこにあるんや？これ、なんとなくやってて手に入んのかな？兄貴、ティファ、無事だったんだ。よかった。その呼び方はやめろ。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど、聞いてくれます？言ってみろ。実は、俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら、全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で、帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。よし、じゃあ教会までワープしますか。何でも屋さん、いいところにいらっしゃった。どうもどうも。自分、活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ、神羅の宣伝ばっかじゃねえか。まあ、ただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります？実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そう、スラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオをつけ狙う5番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです？今度こそ興味ありません？まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では、何でも屋さん。スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね？あんた、
懲りてないのか。いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ。盗まれた鍵を取り返したら財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので何か分かったらちょこっと情報をいただければ。あれ、このコルネオの隠し台さ、なんか勝手に始まったんやけど。嘘やん、予想外やわ。これでお医者さんの依頼終わりやね。いや、まだいい。私何もしてませんから、人違いです。キリエだな。え、誰ですか、キリエって。可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか、驚かさないでよ。思い出したぜ、お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あなた、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私なんて運がいいの。今シンラに追われてるの、助けて。シンラからも吸ったのか。間違い、手違い、勘違い。シンラの人をかもっちゃって追いかけ回されてもう最悪。でも取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。え、何そんな評判になってるの。私殺されちゃう。それとも一生ビクビクしながら暮らすの。ねえキリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして鍵もちょうだい。いや、渡したら行っちゃうでしょ。一人になりたくないよ。シンラは何とかする。だから返せ。やった。シンラの奴らはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから安全になったら教えてね。鍵は安全になったら渡すよ。シンラだとは思わなくて。よろしくね。鍵は安全になったら渡すよ。おお、まや、しましまや、靴下。よし、じゃあ闘技場行くか。まさか勝手にイスラムエンジェルのやつ始まるとは思わんかったな。ウォールマーケット開発、まあまあ入り口で行くか。劇場はこっちか。あ、やべ、変なとこ通っちゃった。ちょい、
ああ間違えた、筋肉の館に来てしまった。こっちはこっち、ここだけの話、いつも通り開催するよ。で多分そんな強くないと思います。あ、綺麗な鼻筋。おお、びっくりした、ロードされてなかった。チャンピオン、いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。いいぜ。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。なんでお前が。キリエはどうした、あの嘘つきの泥棒娘。こいつが神羅の追ったか。キリエは来ない、俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。とりあえず猛獣使いサクッと倒すか。見破ってる。お、やばいやばい。マジで。そっちはどうだ。これでもう終わりやろ。お、クラウドのスキルアップブックや、やった。戻るか。
し、これで町のお医者さんにもろもろ渡して、次はスラムエンジェルやっていこうと思います。うっす。どうだった？安心しろ、もうシンラは追ってこない。本当？ああよかった。嫉妬はこりだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけで、そろそろ家に帰らないと。待ちな。あ、おばあちゃん、なんで？たく、心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。孫って？あれ、言ってなかったかい？この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほら、キリエ、鍵を何でも屋に渡しな。はい。なんか変な順番でやっちゃったな。ね、その鍵って一体何だったの？うるさいね。自分の尻も拭えないあんたには早い代物さ。おばあちゃん、その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でも、しっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。スラムエンジェルを名乗りたければね。スラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろ。私も同じだよ。アバランチを名乗ったり、スラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。俺たちは何にでもなれる。あ？コルネオの財宝を手に入れて、それを配れば俺たちがスラムエンジェルだ。スラムエンジェルってのはそういう仕組みかよ。戦っているのはアバランチだけじゃないんだよね。だよな。まだまだ終われないね。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。じゃあジョニーの財布を届けてあげるか。まずはじゃあ駅前か。あ、いたいた。返してやるよ。どんな財布なんやろ。ちょっと見ていこうか。大事なもの。あ、もう持ってんのか、この辺も。ジョニーって書いてある。俺の財布。兄貴、兄貴はやっぱ兄貴だ。その呼び方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。行くの？ディファ、止めないでくれ。実は俺、命を狙われててここにはいられないんだ。うん。でもディファがどうしても行かないでって言うなら俺。ジョニー元気でね。はい。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。おお、力が湧いてきた。
ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃあ兄貴、ティファ元気で。列車に乗るためにずっとお小遣いをどうする？ここで、アバランチを捕まえろ。こっちか。あ、いたいた。これで基本、あとはスラムエンジェルの話だけになります。薬の材料が揃ったか。ありがとうよ、十分だ。さすがはエアリスが頼る男だな。さあ、あとは俺の仕事だ。あんたらの頑張りは無駄にしない。そうだ、これよかったら使ってくれ。あ、これも HP 回復するだけか。うわ、この辺、この辺の会話聞きたかったな。この辺の記者とミレイユの会話があったような気がするんやけど。まあいいや、じゃあ次回はコルネオの隠し財宝を探しに行こうと思います。これからも FF7R をやっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。